安倍晋三でございます。今日は安倍派の勝利の定石話しましょうね。一つ、中抜き構造を作ること。電通、なんかで誰でも知っていますね。自民党の中心部分ですね。中抜きを作れば、そこに業者をマッチングさせて、利益を業者に落とす。安倍派は、パーティーをやって、業者に買ってもらう。ノルマ額を上回る部分は、パーティー券を売った議員が、ポッケに入れれば、裏金になりますよね。安倍派の定石の二つ、言論へ辛い。悪いことやっても、捕まえられなければ、いいんですよ。メディアが批判記事を書くから、世の中で問題になってしまうんですよ。メディアに書かせなければいいでしょ。メディアを脅して金を配ってうまいものご馳走すればいいですよね。安倍派の定石の3つやってる感。わかりますね。私は全部やったふりですよね。アベノミクスやってるふりだけですよね。プーチンやトランプ全部やってる感。メディアが持ち上げてくれるからやってる感だけで総理大臣が務まっちゃう。危ない、それは詐欺。出てはいけないその電話、聞いちゃいけないその話。電話はいつでも留守番電話、必ず確認合言葉。お金は絶対に渡さない。送らない。はあ、どうさぎの先の詐欺音頭、どうさぎ音頭で詐欺音頭。